手を伺います。今シーズン初勝利を手にしました。今のお気持ちから教えてください。本当です。7回途中無失点の素晴らしいピッチング。ご自身で振り返ってみていかがですか。テンポよく逃げたので、自分の投球ができたかなと思います。今日は梅野選手とバッテリーを組んで、どんなお話をしながら投球していたんでしょうか。どんどん攻めて、テンポよく逃げたらいいなという話をしてたので、それ通りにリードもしてくれましたし、予定通りに投げれたかなと。このあたり持ち味を発揮できたんではないでしょうか。そうですね、僕はバッタバッタ三振取るピッチャーじゃないんで、こうやってバックの方に守ってもらって、アウトしたり取っていくという投手なんで、それができてよかったです。消えそうで消えないマジックみたいなのが岩田ミラーと思ってるんで、そういうふうに頑張っていきたいなと思います。しっかりですね。